と竹下が入場してまいりました。戦いの一人は出る弟子上場で入ってまいりました。さあ、すでに勝利を確信しているかのようであります。なかなか可愛い顔をしております。さあ、続いて青コーナーは、さあ、ドラマチックなテーマに乗せまして入ってまいりましたのはよしこ宮崎であります。それにいたしましても両者ともに芸能人には全く似ておりません。すでに怒りが私の心中に芽生えてまいりました。さあ、両軍士が陸上であります。体の鍛えでもいいですね。そうですね、青コーナー120ポイントナプキンよしこ。さあ、レフリーの勝る勝ち事が勝利されました。このレフリーは人の不幸が飯とされという芸能界のおしゃべりおじさんのテリソッパンであります。一気に何が何だか分からなくなりますね。はい、僕も、はい、ほとんどよく分かんないです。はい、さあ、千田ミスを彷彿とさせるようなこの情熱界が生えております。ボディチェック注意。今試合開始を使ってトイフンが鳴りを取りました。ロープを縦横無尽に使います。ナットを縦横無尽に使って、もっと投げ打った。これ自分から転んでいきましたね。そうですね、これはやっぱり自分から転んで、いい落ちるっちね。なるほどです。今の腕つき逆十字はですね、はい、何か股ぐらで挟み込んでちょっと不安な感じが。おっと、インディアンダックロックですね。痛さをちょっと苦笑いでかまれております。おっと、股間に手を入れて、ラスクリーカーの担当に入りました。股間に入れるのはもっとやってみたいですね。あ、なるほど、はい。さあ、この体勢、慣れたコミットを引っ掛けてですね、左にすることは大事だったりしましたが、これはペッティングですか。なるほど、フォークに送った。さあ、何があるか、得意技の状態になってる。右打ちを合わせると、右打ちを合わせると、自分の技を取る。ただ、もう自分からホールドに行く。さあ、技を抑え込み、崩れましたね。あれもしかしたらあれでスリーカウントの予定になってるんじゃないですか。これでもかけた方が自分から崩していったという話もありますね。あ、そうか。おっと、大間旅立ち。これは稲田のお父さん、稲田のお父さんが見たら、これは釣りの逆指が止め、ホットクラブ、よしこ宮崎が投票を取ってますが、はい、あ、またコーチ逆転。実況していて何か変えられるような感じであります。欲しいですね、やっぱり。あ、なるほど、はい、うん、訳のわからない解説であります。さあ、ロープに送った、ロープに送った。何があるか、肘ですね。ちょうど袋から上手のあたりに食い込みませんでしたか。あ、ちょっとね、やっぱり胸のところが一番痛いですけどね。 あれは来年トラブルですか。ちょっと垂れてるという感じがあります。おー、ミッター、いった。あれはチャッター桐山ちゃんがよくやってましたしね、はい、おっと、ちょっと今肩を借りてですね、はい、稽古竹下がちょっと引き下がっていきますけれども、これは郵便番号を聞くチャンスかもしれません。そうですね、担いでる男の子のなんかズボンの下が膨らんでますけど、あれはどういう意味なんですか。やはりアマチュアプロレスの選手ですので、はい、独身ということで、これ4畳半下敷住まいですので、やはりかなり鬱屈したものがあるんじゃないでしょうかね。はい、お届けしてまいりました、おなごプロレス。この辺で特設リングからお別れしたいと思います。ごきげんよう。ありがとうございました。ひろこさん、ああいうプロレスはクリソツ似てたでしょ。女タイガージェットシーンという感じであります。さあ、青コーナーはどうだ。あ、もうないんだな。なんか言いましたか今、日本語になってませんね。わけわかんない。大変長らくお待たせいたしました。本日のメインイベント、クリソツ女子プロレス無制限一本勝負、赤コーナー、デビルエスコ塩見。川田健二レフリーに続いて、レフリーは勝梨本であります。オレンジのパンチが非常に生々しい、今試合開始であります。スワインドが勝って、プロレスクガーが、プロレスとストレスとは、全然違う、変わりにくい、ですから、もうスワインドが師匠、例によりましてですね、今日の監督音が、この泉明がですね、
自分から転がっていって、そして一方エッド清美のまたぎと、あ、なんですこれは、桃尻小関、桃尻小関から、これは、尻ですから、知りませんなんて、すごいのなんのって、ですから、もう顔面狂気、般若仮面が頑張っている、エスコシオミは興奮すると街中でも椅子を振り回してですね、この前上野動物園に収容されたということなんですけどね、上野動物園はすごいのなんだって、動物園とかけて、動物園とかけて、そのことは動物園なるほど、すごいのなんだって、ですからこっち一人ジャスメですけども、とにかくすごいのなんだ、なるほどね。恐怖の感想が生まれてきてくれる、それはですね、師匠腹が立つなって、なるほどね、この辺の企画ですが試合展開に響いてくるようで、逆にかなりムチムチしたのが、かなりですね、相当高度なんだけど、相当高度なんだね、切り返した、おっ、今度は胸元も見える、逆に切り返して、何かと、おお、またぐらで挟み込みましたね、歩く天津山栗、歩く天津山栗をココナッツクラッシュでやります。このあの悦子潮宮ですね、師匠、出身は会津磐梯山ということで、実家は農業だったんですが、例外の時に売られて女子プロレスに来たそうですね、得意技は遠征芸人、すごいのなんだって、万事固めの、オブラツイストですね、万事のすごいの、万の字が、ですから固まって、すごいのなんだって、やっぱり、おー、これだ、クレイドルホールド、リリース固めによりまして顔面狂気、半若仮面が見事に勝ちを収めています、ですから大変で、だ、座布団を持ち込んで今、ですからすごい大変なことになりました、まだ笑ってくれ、笑ってくれ、こっちからこっち休め、ですからすごいのなんとって、うわっ、本当にこれ師匠、本当に師匠がやられております、早くもっとやられろ、もっとやられろ、危ない、ちょっと危ない、電気案までやります、ここまで、そして山賊を探し決めくっております、大変なことになりました、ちょっと師匠、大丈夫ですか、弾が、本当にやってますよ、本当にちょっと師匠、ベースが本当ですよ、大変なことになります、もう一回の師匠、早くリング下に逃げた方がいいですよ、リング下に、街中でも椅子を振り回す、本当に荒れてるって、先だって木下サーカスに収容されたという、このエスコ趣味顔面狂気、顔に本当に噛みついてる、危ない、噛みつかれながらもう胸元にちょっといびきが既に聞こえております、タコさん、どうぞよろしくお願いいたします、すでに生放送に突入していますけども、どうもようこそお越しくださいました、片付けないタコです、タコさん、耳が大げさすぎてホルモン焼きみたいになってる、大丈夫ですか、はい、これはよく聞こえるようにありがたいさあ、いよいよ両チームの入場であります、まず赤コーナーサイドから入ってまいります、先頭に空飛ぶトロ、キャロライン・ジョーズ、その後ろ、抜けるかの頑張りに出てきました、浅田美代子、一方、シオン・エスコ、はい、ジェイと続いております、さあ、いよいよタッグマッチが行われます、レフリーは澤田健二、リングアナウンサーであります、ありがとうございます、早くも受けを狙ってますね、佐藤さん、長らくお待たせいたしました、本日のメインイベント、クリソツ・オナゴプロレス、一本勝負タッグマッチ、はい、赤コーナー、はい、アマゾネス陽光キャロライン、キャロライン陽光コーナー、今一中2回、そして一方甲斐チーム、おっと早くも突っかかっていった、早くも予定通り進行中であります、打ち合わせがうまくいっております、さあ合わせを最も強豪な塩にエスコが叩き出されてしまいました、そして今度は長期攻撃陸上であります、空飛ぶトロ、お、タコさん、今ちょっと肌に触り
なんかカルビを変わったような気がしました。なるほど。単なるコメディアンみたいになっちゃいますね。大丈夫ですか？かなじけない。それでは幸運の第5スタジオからお別れします。ごきげんよう、さよなら。ね、すごい特徴ね、お聞きいたしました。今日も一つ解説の方よろしくお願いしたいと思います。さあ早速注目のタッグマッチメインイベント、まず赤コーナーサイドの選手をご紹介いたしましょう。どうぞ。さあ私1個で一気に住民番号を来ました。またもう始めた。どうですか、大丈夫ですか？うわー、2人ともかなりであります。さあこちら入ってまいります。大変なことになりそう。